現職の小池百合子氏が参戦を果たした東京都知事選挙で、大方の予想を覆して2位と大健闘した石丸慎二氏41歳、165万8363票を獲得して辞典となった大躍進を称える声の一方で、7日の開票速報番組での受け答えや霊笑的な態度には、批判が相次いでいる。 フジテレビのミスターサンデー七夕決戦都知事選 SP では、元乃木坂46の山崎玲奈が石丸氏の掲げた公約に国政レベルのものがあったと指摘した上で、石丸氏がこの先やりたい政治は国政レベルなのか、都政レベルなのかと質問した。これは国政進出も噂さされている石丸氏に対する鋭い質問だったが、石丸氏は苦笑しながら、前提の下りが全く正しくない。小池氏の ゼロ公約と私が今回掲げた政策。全然次元が違うとバッサリ山崎は不勉強ですみませんなどと食い下がったが、石丸氏は見方が違うんじゃないでしょうかと一瞬山崎は出演後、SNS にああ怖かったなどと投稿した。11日にはテレビ朝日のグッド。 モーニングに出演、乃木坂46の元メンバーでもある斎藤千春アナウンサーによるインタビューの中で、山崎とのやり取りについても振り返ったが、石丸氏は次のように持論を展開。真剣勝負でこう、切ったら、相手は竹刀も持っていなかった、みたいな。ただ、あれは、もういっぺんあの場にいても、同じ風にやっちゃう。それは、女、子供に容赦をするっていうのは、 優しさじゃないいと思っているからもうちょっと優しく言ってあげればよかったのかな頭をポンポンってやってあげる感じがよかったそれも失礼ですよねやっぱり失礼じゃないですか相手もプロとしてあの場にいらっしゃるんだったら一連の発言についてネット上では耳を疑う完全に見下してると批判的な声が相次いだ こうした石丸氏のメディア対応に批判が殺到している現状について、どう思うか。また、素顔の石丸氏はどんな人物なのか。広島県秋高田方市で農業に従事している父親の神さんに電話で聞いた。